はい、こんばんは、電動ギツネです。龍が如く7、続きやっていきたいんですけれども、すいません皆さん、横浜偉人町に戻ってまいりました。いやー、まあメインストーリーはですね、大阪は蒼天堀で大変熱い展開とはなってるんですが、いやもう俺ね、絆ポイントが無駄になっちゃってるの、怖い怖い病にかかっておりまして、もうあらゆる戦闘するごとに、あ、絆イベントあ、蝶とか半純義カンストしてる、あ、もったいないもったいないという病気にかかっておりまして、もうこれはね、ちょっと今後もまた戦闘が予想されるので、一旦戻ってでも見ておかないと、俺自身がちょっとメインストーリー楽しめない可能性がありますので、ちょっとここはですね、お付き合いいただければ嬉しいかなと思います。ね、半純義と蝶と難波、まあ3人はいるんだけど、おそらく全員絆イベントは最初じゃなくてもう途中のやつなので、まあ、そこまで長くかからないかなと思うので、見ていきましょう。じゃあまずは半純義見ていこうか。半純義がなぜ、あ、そうだ、命を狙ってるんだったよね、未だに。ちょっと深刻そうだね。半純義電話中か。こちらは大丈夫です、お気遣いありがとうございます。ソンヒ、あ、ソンヒ、ちょっと恋心抱いてそうなソンヒ。ソンヒは何だって。ああ、いえ、こちらに変わりないかとのことで、それだけです。へえ、美人のボスからそう怒られちゃ息に感じ。いや、まあソンヒもこっちの浮きもちろん気になってはいるよね。私は主に恵まれているんです。前に仕えた半純義もいい主でした。本物の半純義のことか。3年前に殺されたんだったな。まあそうだね、龍が如く6の内容になるからあんまり言えないけど、少し遡って説明が必要でしょうね。銃で撃たれたんだよね。構わねえよ、俺は時間だけはたっぷりある。いや、割と今ない。それなら遠慮なく。少し極道解散宣言の直前なんだけどね。わざわざ大阪から関東まで登ってきましたよ。私の父親は、はぐれ人言派の一人で、言ってしまえば異国に取り残されたゴロツキでした。ああ、そういう話だったね。そんな父に殴られながら、私は貧しい少年期を、どのコミュニティからも疎まれながら育ちました。家庭にも学校にも、私にはどこにも安心して過ごせる居場所がありませんでした。まあもちろん日本人には馴染めず、かなりすさんだ子供だったと思います。まあ本流の人言派からも、自分にちゃんと居場所があると思ってる人は、はぶられてたっていうことだよね。実は敵でもそんなに多くないっていうぜ。はぐれ人言派だから。誰もがそれぞれに孤独を持つというわけですか。確かにそうなのでしょうがね。悪いな、話の腰を折っちまったか。本物の半純義も私と同じように、やはり貧しく疎外された環境で育ちました。ああ、そうか。しかしその強さや頭の切れ、器の大きさは自然と噂に聞こえてくるほどで。まあだって人言派っていろいろあったもんね。いろいろ半純義が大きな力を持つようになった。衰退したりまた復活したりして、チリジリだった。最終的には半純義が棟梁になったと。彼のおかげでカムロ町にしのぎを持てるようになった。暴対法にあえぐ登場会とは対照的に、人言派は着実に存在感を増していきました。ああ、そっか、そこにも暴対法の影響はあったんだね。その半純義はなんかちょっとメインストーリーと絡んでくる。しかし彼を青二歳と侮っていた私の父は、愚かにもその流れに乗り遅れ焦ったわけです。なんとか若きリーダーに取り入ろうと、叫びたりの脳みそをフル回転させました。そして出した結論が、息子の顔をいじり影武者として組織へ差し出すこと。あー、なるほどな。私は実の父から薬をもられ、うわー、眠っている間に顔を整形されたんですが、結構思ったより激重な話だった。ボスに取り入るためにクソ重話だったな。影武者を差し出された半純義は苦笑するしかなかったようです。私の顔を見て元に戻せとは言いませんでした。悪くない案だと
我々親子を受け入れたのです。ちなみにその親父さんは今どうしてるんだ？死にましたよ。もともと体を壊してましたが、好きな酒に溺れながら死ねて本望だったでしょう。いやー、こんなさフルチェンジの整形なんて相当きっと良くなかったんだろう。術後も痛かったんじゃないの？ハンジュンギ痛い思いもしたんでしょうね。そん時ハンジュンギは自分の振る舞いを覚えさせるべく可能な限り私をそばに置いてくれました。そこは私にとっていわば初めていることを許された場所です。うーん、まあそっかそっか。私とハンジュンギは明白な主従関係にありましたが、それでも長い時間を共にする中で笑い合い二人で酒を酌み交わすこともあったのです。なんかあれだな、それを双子の兄弟のようだったといえば、二人で揃って鏡の前だったらなんか僭越でしょうが、ね、気持ち悪ってなっちゃいそうだね。今のあんたの話し方なんかその反純義仕込みってことか。特にこの偽反純義はもともと顔が違うわけだからね。と同時に凄みも感じさせる人物です。とても私の及ぶところではありません。そう言われるとますます気になってくるな。何がですか？お、なんであんたも下ネタを言う？モノマネ、まあちょっとなんか罰が気になるしやってみよっか。いや、あんたも下ネタとか言うのかなって思ってな。下ネタ？なんで今そんな話を？だって本物のハンジュンが上品だったんだろう。当然下ネタなんかは言わないわけだ。割とこの文脈なかったよね今。ハンジュンギの口からそんな話題は聞いたことがありません。だけどあんたは影武者なわけだから内面は別人だ。まあそうですね。だったらあんたは下ネタとか言ったりするのか？バカ話とかダジャレは？まあ本物のハンジュンギは昔はその手の話もしましたけどね。お、割とおかしなやつであったけど、やめときましょう。話の通るやつでもあったんだよね。傷をつけたくないので。カムロ町で変なしのぎしてたけど、変なとこではしゃぎすぎちまって。いいえ、思ったことをそのまま言う春日さん。いやおもろいな。嫌いじゃないですよ。ありがとうよ。いやもう人間力乾燥してんのよな。ほぼま、そんなこと言いつつ俺が本当に聞きたいことは一つなんだがな。何です？そろそろ教えてくれてもいいんじゃねえか、あんたの本当の。いやー、まだダメなんじゃない？まだ嫌か。ええ、少し驚いただけです。別に何も問題ありません。ハンちゃんもハンちゃんなんだよな。この世に生まれた時私はへえキム・ヨンスという名でした。キム・ヨンス、もうその名前に戻る気はありません。本物のハン・ジュンギももう亡くなりました。まあシリーズ知ってる人にとってもキム・ヨンスって言ってもあんまり通じないだろうな。ええ、東京へ進出していた広島の組織とごたごたがありました。ああ、これは完全に龍が如く6の内容。その時あの人の死で人言派は事実上の壊滅となったのです。当時私はハン・ジュンギとしてカムロ町の敵対組織に睨みを利かせる役でした。ああなるほど。ところが本物のボスが死にカムロ町でわずかだった人言派は張り子のとこの顔だとそう言えるよね。もしそのことが敵対組織に知れれば一気に駆逐され命さえ奪われかねません。俺だったらすぐにカムロ町を脱出するね。何もかも放り出してね。ええ、私もそうしました。共にいた数少ないメンバーたちもです。しかし人言派が全てだった私に行き場はなく、後で仲間たちと落ち合う場所もなかった。頼れる人間は世界中のどこにもいません。砂漠で狼の群れに囲まれたようなものです。なかなかきついな。まあでも本物が亡くなった後にこの望みをかけた先はキム・ヨンスが在日のコミュニティです。ハン・ジュンギになりきるって選択肢はなかったのかな。マフィアの一員である私を受け入れてはくれませんでした。なんか割とありそうな話だけどね、そういうのは。
仇として真っ当な生活を送る人たちの当然の反応です。それなのに私はうろたえ取り乱し、同胞を見殺しにするのかと掴みかかって。いやまあ急にマフィア一同が来てもな。通報を受けた警察が現場に駆けつけてきました。そのまま連行されるところです。通常ならば。お？なんだよ、気持たせる言い方しやがって。警官たちは偽物だったんです。ほう。そして私が連れて行かれた先は偉人町。じゃあつまりその偽警官たちってのは、孫悲の指示を受けて動いていたコミジュルのメンバーでした。へー、もうそっから孫悲が。かつて人言派だったものの、もう一つの吹き溜まりだったのです。ああ、そこで動いてくれたんだ。田村町を遠く離れた者たちが徐々に集まっていったということでした。孫悲やるな。そういや前に孫悲も言ってたっけな、コミジュルは人言派を母体にしてるって。ええ、コミジュルは落ち人村のようなところです。だから息を潜め極めて閉鎖的でいます。そして長年遠巻きにカムロ町の人言派を伺い、その動向を見守っていた。はいはい、なるほどな。だからすぐ動けたのか。そこで私は運よくコミジュルの差し伸べた手に救われたというわけです。さらに孫悲は本物の反純義の身に何があったのかを私に教えてくれました。ああ、広島での出来事ね。広島の組織が使う殺し屋に頭を撃たれたのだと。物陰から不意をつかれた、ね。いやこことか本当に龍が如く6、ぜひプレイするか。もしかしてあんた、そいつは。ああ、実況見てほしいね。いいえ、その殺し屋も存在が知られた頃にはすでに死んでいました。私には敵を撃つ機会さえなかったんです。それからは失意の日々でした。しかし抜け殻のようになっていた私の回復を孫悲は根気強く待ってくれました。いややっぱ孫悲とかってこの同じ民族の相手に対してすごく優しいな。私の顔を変えた父よりも家族で、兄と慕った半純義に代わる姉です。ああ姉。今の私にとって孫悲の期待を裏切り失望させることほど恐ろしい事態はありません。そして春日さん、あなたは私にとってん？どういうボスになるのでしょうか。この先どうなるのか。いやー、半純義のような男が一番をボスという呼ぶことってことはだいぶ信頼されてるね。ってとこでいいだろ。今割と噛んだけど許してね。では私もその期待に沿うようにしましょう。もうボスとしてちょっとは見てくれてるんだね、一番のことを。これでやっと自己紹介が済んだってわけだ。なかなかの人見知りだな、キムヨンス。いやほら割と日本史とか俺好きなんだけどさ、徳川家康とかも影武者説っていうのがあってさ、そのね本当にあの江戸幕府開いたのはもしかしたら影武者だったんじゃないかなと、うん、っていう説とかもあったりするんだけど、俺らが知ってる徳川家康は影武者だったんじゃないのかなとかね。うん、まあだからそういう本物の半純義になる可能性もあったのかなとか思ったけど、まあそういうわけではなくて、うん、まあ落ちぶれてたところを孫悲に拾ってもらえたと、そんな感じなんだな。じゃあ次はまあ張さん見るか。張さん何の話してたっけ。前が初回だったんだよね。誰が来るかと思ってたら春日くんか。忙しいんじゃないの、飲んでる場合だっけ。余計なお世話だぜ、長。あ、前はあれか。いつのもんが俺の勝手だろ。だいたい、まぶちとかの。俺が先に常連だったんだよ。あれ、そういうことを話してたよね。まぶち逃がしたよって言ってたもんね。偉人町じゃ春日君の方がずっと新参じゃん。確かに。先輩風っていうのは、どこで吹かせても恥ずかしいもんだね。わかったよ。そっちの勝ちで。いやこの絆イベント見てると蝶のこと大好きになるんだよね。
もはやずっと酔ってるような口調だけど。しかしなんだな、こうして飲んでるとお前が組織のボスだったとは見えねえよな。そりゃそうだよ、一皮むけば誰だって同じ。裸になっちゃえばそいつが権力者かどうか、金持ちか貧乏かも分かりゃしないでしょ。あ、もう選択肢か。あー、俺の体はすごいぞ。でも俺は脱いだらすごいで。どうする？激キモパンチパーマ。脱いだらすごいな、俺もだよ。激キモチリチリ頭だよ。二人して今脱いだら店に迷惑だよ。脱いだらすごいよ、俺。ちげえね。どの道組織のボスかどうかは見てくれでわかるもんじゃない。生まれつきの特徴があるわけでもない。なのにボスの息子だから組織を継がせなきゃとか、まあ合理的な考え方とは言えないよね。人間、生まれる場所は選べねえさ。けどどうしても嫌だっつって断る道はなかったのか。大体組織のボスなんて誰にでもできるもんじゃねえんだ。周りがお前をボスの器じゃないと見りゃ他の誰かが組織を継いだろうぜ。器かどうかは知らないけど、俺は昔いい子でさ、勉強もスポーツも。いやそうだね、蝶って物腰柔らかいけど結構優秀だよな、多分これ。悪知恵もそこらの悪よりずっと回ってたね。なんだよ、めちゃくちゃ才能があったんじゃねえか。ないのはやる気だけだったよ。何してもそつなくできる器用貧乏の差があってわけ。くっ、嫌味な野郎だね。親父から代替わりするまでは中華街の方にも強敵がいて張り合いもあったんだけどさ、ところがそこのラウカーロンってボスが消えて、おー、ラウカーロン、結局美人さんの三すくみだけが残った。中華街の組織っていうとジャカか。なるほど、噂に聞いたことはあるぜ。そことそうか、つながるのか。日本からとっくに撤退してって、残党だってほとんど残ってない。そっかそっか、そのジャカがいなくなった中華街の方にいたんだ。ジャカってお前はハンピン・リューマンの総帥になったと。そうだね、だいたい10年前かな。正直言って面倒なだけだった。ちょっと面白いな、ここの話は。そっか、ジャッカってここ本拠地だったんだ。例の荻窪の偽札のこともその時に知らされて。うわ、つながるね、過去作との。ここに人情の三すくみやレースが、ね、実は筋が決まるべきレースだったってこともね。いや、もうこれもめちゃくちゃメインストーリー。あれか。その事情を知ってたのはリューマンの中じゃ親父とその同世代の古参幹部だっけ。下の若いのは偉人帳を全部手にしたいって言うけど、俺はそれを押さえつける側だよ。そうなると総帥は弱腰だって言われるわけ。面白い仕事じゃないでしょ、そう思わない？なんかこの酔っ払ってんのか元々そうなのか全然わかんないな。ちょ、思ったより酒が入ってたみてえだな。どっちよこれ。わけじゃないんだから、好きなだけ酔わせてもらう。悪いかよ。そんなことは言ってねえ、楽しい酒だって。いやー、蝶さんいいな、やっぱり。まあ確かに少し手札を見せすぎたかね。前だったらボディーガードが止めてくれてたんだ。なんかやっぱキャラを好きになると戦闘でも使いたくなるんだよね。おっと、どうやら水を差しちまったか。春日君は野暮なことも全部口に出しちゃうからな。俺は少し酔いを覚ましてくるよ。お、ナンバの絆イベント終わったら新幹線で向かうよ。気が向いたらまた飲んでやってもいいぜ。いいね、その言葉。そっ、大阪向かうからね、この後戦闘よ、多分。楽しみにしとく。ちゃんと酔い覚ましておいてね。すぐ向かうよ、トンボ返りするからね、今。よーし、ロック外れた。これでまた。よーし、よしよしよし。あ、超ダンサーとかも似合いそうだけどな。でもダンサー結構こすったからな、もう割とやったんだね。まあ、蝶の絆イベントは割と、なんだろう、事件が起きるというよりかは、過去のことを見ていく感じなのかな。過去とか、まあ、現在の気持ちとかね。じゃあ難波さん行こっか、最後。割と時間取っちゃって申し訳ないんだけど、難波は確かそのなんだっけ、あの新人看護師さんがお薬を盗んだっていう事件の身代わりになった話だったよね、確か。一緒に飲まねえか、
うん、すまねえ。今から買い出しに行かなきゃならなくなってよ。その人が海外派遣隊みたいに行くんだよね、確か。月の支払いを待ってくれって言ったら、交換条件で買い出しを命令されちまってな。めちゃくちゃ優しいな、柏木さん。めんどくせ。それで支払いを待ってくれるんなら安いもんじゃねえか。本当だよ。じゃあちょっくら行ってくるからよ。の、気をつけてね。この年になってお使いか。俺も落ちぶれたもんだ。あ、終わるわけないよな、これで。さすがに。そういえば難波が看護師をクビになった理由は、後輩看護師水江ちゃんの罪をかぶったためだったな。え、難波行っちゃったけど。難波海外に旅立つ水江ちゃんを見送りたいらしいけど、旅立つ日にちもわからないんだよな。そうだったね。難波に水江ちゃんの見送りをさせてやるって。このそう思ってるんだろう。このマスター、心を読んできやがる。客同士の話には口を挟まないのがモットーだが、時には例外もある。ってことは、ナンバが俺に打ち明けた時、マスターも聞いてたんですか。いや、やっぱマスターほとんど聞いてるよね、話。偶然カウンターから聞こえちまっただけだ。ナンバの話に思い当たる節が。思い当たる節？思い当たる節？俺がたまに顔を出すスナックがあるんだが、そこに最近新しいホステスが入ったんだ。いや、それは無理があんだろ。双葉と言ったかな。無理があるくないか。どう、ナンバと関係が。それが、その双葉ってのは、最近まで看護師だったらしい。水江ちゃん説ってことだよね。看護師時代のあれこれを話してたんだが、その中に病院で起きた薬の盗難事件ってのがあってな。それを言ってるのか。警察の捜査が入る直前に、男性看護師が横流しを自供してクビになったってよ。え、それって、もしかして。いや、まあ確かにそれだったらまあわかるか。難波のことかもしれない。ってことは、双葉は最近まで難波と同じ病院で働いてたってことになる。だとしたら、水江ちゃんの渡航の日も知ってるかもしれないだろ。いや、この柏木さんの腕よ。その腕には。いや、シャツの下から浮かび上がってくる腕。横流し犯の汚名がある以上、元同僚には会えねえ。ちゃんとムキムキよ、柏木さん。お前が双葉から聞き出すことができればどうだ。なるほど。あ、双葉は水ちゃんとまあ別人ってことね。ナイスアシストだぜ。はいはい、なるほど。ただし、双葉から渡航日を聞き出すことは、まあ元同僚から聞けっていうことだな。俺たちが勝手に双葉に会ったと知れば、ナンバはいい気がしないっすからね。さっきスナックに電話して、双葉をよこすようママに頼んでおいて。もうすぐ来るはず。準備がいい。ここに、だからナンバを買い出しに行かせたんですね、マスター。つくづくナイスアシスト。マスターのおかげで絆イベント進んでるじゃん、これ。客同士をつなぐアシストまでだ。あとはおめえに任せるぜ。バッチリゴールを決めてみせますよ。あ、じゃあわざわざ来ていただいて。ママからここに行くようにって言われたんですけど。え、めちゃめちゃ感じ悪い。そうだけど、あんた誰。ちょいと聞きてえ話があったら。まあ座ってくれよ。さっさと終わらせてくれます。今日はスナックが休みだからパチンコに行きたいの。この人も元看護師ってことは何かあったのかな。あんた元看護師だったんだ。単純にお金のために辞めたのかな。同僚が薬の横流しでクビになったとかって。男の看護師の名前覚えてるか。覚えてないわよ、名前なんて。思い出してくれよ。俺の友達かもしれねえんだ。覚えてないって言ってるでしょ。メガネかけたネクラな男よ。そりゃナンバだ。まあナンバなのかな。そんな名前だったかね。割と確証得られてないけど、大丈夫か。もしもし、え、マジで確変ナナレンちゃん。ナナレンちゃん、それはやばいな。誰にも打たせちゃダメよ。その連絡をくれた人は誰なの。そんなめちゃくちゃいい台よ。水江ちゃんって看護師もいただろ、その子が。うるさい、それどころじゃないよ。私。おい、ちょっと。ギャンブル。もう帰ってきたのか。大丈夫か、会ってないか今。いや、マスターから渡された買い出しメモを忘れてな、取りに戻ったんだ。それよりよ、今
ここから誰か出ていたのか。ギャンブル依存症がいたな今。後ろ姿しか見えなかったけど、女の人が飛び出していったろ。さあ見間違いじゃないのか。誰も言いやしねえよなあマスター。あ、おう、ん、なんかお前ら様子がおかしいぞ。バカ言え、そんなことは。もしかしてお前ら俺に内緒で誕生パーティーを企画してたんだろう。え、もうすぐ俺の誕生日だ。おいおい、今俺結構疑ったぞ本当に。サプライズパーティーの計画を立ててたんだろう。そうなんだよ。ナンバ誕生日近いのかな。バレちまったか。やっぱりそうだったか。お前はそういう粋なことをしてくれると思ってたよ。え、どんなパーティーを計画してんだ。いや本当にそうだったとしたらバレちゃったなって言ったらダメだからね。一番、うおー、もう何でもいいや、でも秘密にしとこう。そこはな。そいつは秘密だ。めちゃくちゃどうでもいい選択肢だったな今の。マジだよ。なあ教えてくれよ。教えてもいいけど誕生日の日のドキドキがなくなっちまうぜ。うん、それはそうだが、空腹は最高のスパイスっていうように、サプライズにとって最高のスパイスは、いや、この明らかにバラエティによった BGM、 たまには思い出に残る誕生日にしてほしいからよ。わかった。いや負け負け、尺負け、もうここなここいいいい、もういい、なんとかごまかせたな。引き換えに誕生日のハードルも上がっちまったが、まあなんとかなるだろう。双葉が難波と同じ病院で働いていたのは分かった。だが水江ちゃんの渡航日聞き出せなかったの。そう、結局あんま進んでないよね。近いうちに再び双葉に会おう。買い出しから帰ってきたら一杯飲もうぜ。ねえ待ってるぜ。だけど今度は財布を忘れたなんてお家はやめてくれよ。あ、そういや財布も忘れてたな。まったく。まあてかそろそろ難波も服着替えたらいいのにね。ずっとてかもはやそのホームレスも割とそのお兄さん弟さんだっけのためだったんだからさ、もう着替えたらいいのにね。あー、とりあえずこれで3人分見終わったかな。すいません、1本ぐらいの尺になってしまいましたね。まあまあでももうちょっと付き合ってもらおうかな。まあこれ大体見たから、うん、じゃあまたタクシー乗って。みんな割とほんのり酔ってると思うんだけど、ウイスキーロックで行ってるからね。ちょっとトンボ帰りして、タクシーで帰ります。どちらまで行かれますか。タクシー2台で、蒼天堀最寄り駅ですね。蒼天堀って最寄り駅なんですよ、こっからね。はい、蒼天堀行きまーす。あ、ちなみにね、今お金340万ってなってたけど2500万ほど、コンビニの ATM に預けておいたので、なんか ATM に預けるとね、もし戦闘で負けてもお金が減らないみたいなので、ちょっと一応預けてます。結構割と大金なんでね。さあで蒼天堀に戻ってまいりましたと。でここか、あ、このタクシーからしか行けないんだ。じゃあもう一回近江連合に行こうかな。多分もう別に準備しなくてもいけると思うんだけど、まあ、一応薬とか一応お店だけ寄って買っておこうかな。あ、搭乗会の大門かな。あ、なんか割とこれも集めた方がいいらしいので、はい、ちょっとだけ準備してタクシー向かいたいと思います。さあじゃあ準備ができたのでタクシーに乗って近江連合本部だよな、向かいたいと思います。ちょっとね、一応パーティーをエリちゃん、アウトナンバーインにしてみました。まあエリちゃんとね、サッちゃんとアダシさんはもう絆レベルが、うん、なんか男に囲まれてる。怖い、このパーティー怖い。そう、まあその3人は絆レベルがもうマックスなので、控えにいてもね経験値が、うん、パーティーメンバーと変わらず入るんだけど、ちょっとナンバーとかはまだね、そこまでは行ってないので一応メインにしてみました。まあ多分ナンバーも強いんで、戦いは大丈夫だと思います。じゃあ行こう、近江連合本部。それでは出発いたします。ちょっと動画時間的にいいところで、カットになりそうだけど、いやーちょっとね、おおすげえ、エリちゃんこのか、エリちゃんじゃないわ、エリちゃんはいないし、サッちゃんこの格好で受け入れられてる。近江連合に受け入れられてもらってるよ。
大丈夫かな。さっちゃんめちゃくちゃエロい目で見られない。こんなの生足よ。まあ大事な会合ですよね。ナンバとかもよく入れてんな。おお、待て、足立さんもポリスって書いたんだけどね。あいつ名前なんだっけ。天道だよな。天道だ。近江の頭補佐だな。プロボクサーだよね。あいつをどっかで見たんだよな。どこで。ごちゃごちゃ抜かすな。どないだっとるや。なんで踊れがここにおる。どないして入る。うわー、なんか天道寝れてないのかな。天道、目の周りクマがひどいわ。そそら通してやってくれ。俺の客だ。客でっか。せやけど大工、確かこいつは俺の銃弾を真っ向から胸で受けてくれた男でね。今日は頭の出所祝いに時刻から駆けつけてくれたんだ。ほう、そいつは感心だぞ。まあちょっと天道と石尾だからは、うん、もしこいつが何か問題を怪しまれてるよね。あんたがきっちりケツ持ってくれるちゅうわ。真澄の親父は受け合おうよ。撃ったにもかかわらず生きてるからね。いや、一番とかはわかるんだけどな。楽しみにさせてもらう。他の連中めちゃくちゃ浮いてるんよな。期待していいぜ。何しろ近江連合がひっくり返るような騒ぎが起きるんだ。何、偉人町でしたこと、今度はあんたらがされる側だぜ。まあ、天道が一応出所祝いに来てて、石尾だとかカブロ町なんだよね多分これ。思い出した、あれは元スーパーヘビー級のボクサーだ。挑戦者からの八百長に乗って結局支払いを渋った連中を殴り殺したっていう野郎だ。怖っ。おお、あったなそんな事件。あいつがそうだったのか。わたせきた。もう大好きな極道。お相手は堂島大吾だよね。うわ、ここ懐かしいな。極み2で狭山がここに来たんだよね。逮捕しますわって。うわ、出た。頭の出所なんてもう。頭、よくお戻りで。お疲れ様でした。うわ、やっぱちょっと鼻のある極道。八代目帯連合若頭直参、渡瀬組組長。ちょっと迫力違うね。まあ本当に桐生さんとか真島さんとか。じゃ、三つ出世してんだ。そこの位置なんだ。いいか、神室町に送り込まれた帯連合の幹部は全体の約半数ちゃんといる。ちゃんといるんだ。いわゆる由緒正しい幹部たちは全員本部のホールに渡瀬の出所を祝いに来る。ああ。その時渡瀬は懐に書状を用意しているはずだ。わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上の前の。この関西弁がいいのよ渡瀬。創世記には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。ここで言ってもあんまり意味ないんだよねあー、ザーザーしてるね。ザーザーしてる。つきましては、うわ、もう行くのか。連会長および組若頭、渡瀬勝の連名により本日をもって関西近江連合を解散いたします。これは大事件よ。嘘やろ。大阪府警本部長殿。どれやってますよ頭。何言うとるや割と部外者が止めにかかる。割と部外者よ。大根もね、大根真ん中に来てほしいな。
そうして登場かい。真島大島がおもろいな。道島大吾だ。登場かい。なんでそんなんがここにいる。まあ、過去に大戦争もしてるから、まあ、適材組織であるよね、登場会は。登場会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。 その会長も了承してるんだよね。そら反発来るわな、もちろん。